X-32X-32BX-32 はアメリカ合衆国のボーイング社が開発した試作戦闘機である。統合打撃戦闘機計画に基づいて開発されたステルス試作実験機である。通常離着陸型、空母離着陸型の X-32A と、 短距離離陸垂直着陸型の X-32B の2機が試作され、前者は2000年9月に、後者は2001年3月にそれぞれ初飛行した。同じく JSF 計画に基づいて開発された、ロッキード・マーティン社の X-35 と、比較試験が行われたが、X-35 が JSF として採用された、ため、計画不採用となった。 アメリカ空軍の F-16、アメリカ海軍、海兵隊の F、A-18AD、アメリカ海兵隊とイギリス空軍、海軍のハリアー2の後継機を1機種で統合する、統合打撃戦闘機計画が立案され、概念実証機の開発は、ボーイング社とロッキード社が担うこととなった。開発に際し、2社には7億5000万ドルもの、開発費が与えられた。 ボーイング社の概念実証機は X-32 と名付けられ、通常離着陸、空堀着陸機の X-32A は2000年9月18日に初飛行を成功させる。短距離離陸垂直着陸機の X-32B は2001年3月13日に初飛行を行った。2機はデモンストレーターとして、 ロッキード社製の概念実証機 X-35 との比較試験に投入され、試験は2001年7月まで行われた。比較の結果、エンジンや垂直離着陸方式の関係で、大容量のウェポンベイを設置しにくいなどを理由に2001年10月26日に X-35 が JSF として選定され、X-32 は不採用に終わった。 メリーランド州パータクセントリバー海軍航空基地付属航空博物館に展示されている X-32B。ありがとうございます。